はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ちょっとね、いろいろコチコ考えてるうちになぜかね、ガラルファイアに行き着いてしまって、そういえば色違いもらったよなと思ってね、早速育成して持ってきましたね。この試合さあ、イベルにまあそこそこ強くて、ニチネクリもね強いっていうところでちょっと出したいなっていう感じなんですけど、どうですかね。まあ、カゴの実持ってるから、カバルノに対しても割といいんだけど、まあ、サンダーとウツロが重いかな。裏に、ラッキー置いてもなーって感じするけど、まあ、ネクロ考えるとね、バド投げたいんだよね。で、イベルに対してどうするかみたいな問題もあって、ラッキー投げるとなー、僕全部解決。でも、ナットも投げたいんだよな。ネクロ考えても、誰考えてもナット割と投げたいんだよな。だファイヤーで積んで破壊するムーブ、バドとファイヤー出していくか、そんな感じでいいかな。ファイヤーから入って裏バド置いてアット1、これで重いのは割とサンダーあたりなんだけど、ナット投げる、ウツロに対して引くか、サンダー見て一回引いてナットかな。いやー割とラッキーだった話もあるけど、たらまあネクロに薄いかな、ちょっとあまりにも選出だいぶ怪しいけど、ただ初手のまあファイヤーの出来次第かな。頑張ってくれるんだったらね、非常に。いやダイマックスアーメン上げたかな。もう新しいポケモン作るのとか本当にそれこそ 1,2 年ぶりとかだからさ、めちゃくちゃ不安なんよ。かっこよ、色ファイヤーかっこよ、ガラルのめっちゃいいじゃん。ちょっと雨のことだけちょっと僕心配。大丈夫かな。あー、あげてるね。オッケーオッケー。で、まあ、ネームカゴなんですけど、これイベル突っ込んでくるかな。普通に引いてもいい盤面だと思うんだよね、相手視点。タクミテー。めーちゃくちゃタクミテー。タクムか。引きなら引きで構わないんだけど。ボガエリー。ね、うつろ出てくるんだったら、で、これ多分スカーフだと思うんだよな、トンボしてくんのは。ダンサー。いや、これね、言うて大魔切っていいな。サンダーも重いから、突っ込みたいんだよ、大魔で。行くわ。ジェット本当は押しときたかったんだけどな。あー、それウォールでね、ダイマックスからされちゃうとちょっと厳しくなるから、さすがにこうなんよ、動きとしては。で、サンダー遅いやつだったら多分、僕最速にしてるから、遅ければ上取れて、アークで落とせると思うんだけど、で、あのイベルでさ、トンボ持ってるってことは、さすがに多分熱風まで入れるスペースないんだよね。イカ様でザシアンに打点確保してるはずだから、ナットでまあまあいけんじゃないかな。一番ね、実用性があったのは、まあ、ファイヤーか、ガラルサンダーなんだよね。ガラファイかガラサンで、うわ、めっちゃ痛え。いやー、ボルチェンだったら、まあ、もうちょっと技選択あったね。もうちょっと技選択あったね。ジェット、いやー、ジェットでよかったか、いろいろ考えても。イベル。だ逆にさ、こいつ削ってさ、バド圏内とかでもいいんだけどな。くっそ強いじゃん。びっくりするぐらい強かった。ここ一回ウォールかな、さすがに。ダイマックスターン考えると。ナットで多分こう後見ることになるんだよね。いや、これでもダイマ使い合って、っていう展開は別に構わないな。で、スイング。そうやったら僕ジェットだったんだけどな、正解は。これ耐えるよね、オッケーオッケー。回復されるとはいえ。これでもさ、C2 個、あ、違う、3つ上がったファイヤーがさ、盤面残るの結構えぐいと思うんだけどな。で、しかも上から動くっしょ。こいつ羽休め覚えたらな、なんか、病気かっていうレベルのポケモンに慣れてたと思うんだけど、さすがに羽まではもらえなかったね。ダンサー出てくる。
いや、ここ削って、イベルで最後対面処理して、ラストネクロならイベルでそのまま押し切れるでしょ。それでいいな。ブチ切れに行くわ。いいな、燃え上がる怒り。いや、本当は、いや、まあまあでも悪くないか。で、サンダーがね、ボルチャールってことは、ね、こいつも熱風ないと思ってるけど、だからネクロいるから、わざわざこの辺に熱風仕込む理由はそんなにないと思うんだけど、削れるのがちょっときついかな。で、ドラゴン考えても、ラスト何考えても多分僕、雑にまだ扱っていいのバドだと思うんだよな。結構入るよ、これ。あ、いいダメージ。え、これさすがにさ、バドの剣で入ったと思うんだよね。いや、ファイヤー熱いわ。こいつこんなにやれると思わなかったな。耐久ぶりもちょっと強そうだ。タマサンダー。これはさすがに硬くないからバドで処理できるでしょ。いや、結構ね、荒らしてくれたね。あ、僕さっきさ、ダイマ切った時さ、なんでジェットから入んないでアークから入ったかっていうと、サンダーがね、ダイジェットとか打ってたら、さすがにきつかっただろうなと思ってたんだよね。それもあったんだけど。ここはスビで多分取れるでしょ。まあ、これは助けを盾に。いやー、タマサンダー強えな。スカーフバドレックスはあれか、こういう時いいのか。でもちょっと僕が扱いきれるポケモンじゃないね、さすがに。これさすがに落ちるから。オッケーオッケー。で、火力上がったバドレックスさんが残るので、まあ、ネクロは多分処理できる。アスビで取れるでしょ。それ以外なんだよな、問題は。うつろも大丈夫。ドラゴンか。まあ、これは裏に納豆僕残してるから、さすがに。どれ削って。落ちるくね？プライチは。買った。直径でしょ、これ。いくらなんでも硬すぎる、こいつ。おかしいおかしい。どう考えても硬いもん。まあ、納豆レ先生で、勝ちなため。ケタグリとかがやばいのかな。ジャイロでさ、なんか落とせないっていうかパワー足んない気がするんだよな。砕き。峠がね、通るね。まあ、外しても多分、次、ジャイロ打って勝ちなため。いや、思ったよりさ、ガラルファイヤーちょっとやるくね。あそこまでだとは思わなかった。もうちょっとね、しょぼって言ってね、お蔵入りになるものだと思ってたんだけど、なんか思いのが強かったんだよね。これは守って勝ちですね。いや、ここまでやると思わなかったわ。ちょっと期待できる。OK、GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。この試合はファイヤー投げたくて、ただ、地箱とさ、エレザーちょっと目の上の単行部的なところあるけど、雑誌で止まっちゃうんだよね。熱風のないイベルタルだから。それがちょっとあれなんだけど、まあ、なんでファイヤーに僕行き着いたかっていうと、相手のバドに強くて、で、なおかつイベルタルにそんなに弱くないみたいな欲しくて、昔僕イベル使った時にさ、ガラルファイヤーにはめられたことあって、まあ、それで使ってみるかっていうね、経緯だったんですけども、本来ならまあバド砲をナットって投げたいところだけど、まあ、どう考えても重いのは、相手のバドなので、ファイヤー投げて、ザシャン頑張って削れば勝てるから、まあ、ファイヤーナット、バドレックスとかっていう選出でもいいんだけど、ウーラオス次第みたいなところあるな。まあ、そういう意味じゃね、納豆投げない話もまあなくはないんだよね。だから、地場コイル考えるとさ、納豆結構、方より出しやすいよな。この試合、ファイヤー裏から展開したくて、まあ、バドから入っていいかな。で、ファイヤー裏に置くの確定で、まあ、砲かな、どっちかを選ぶっていう話なんだけど。裏をさ、これどっちだろうな。わかんないわ、どっちか。ナットかな、でも。ランドルスがちょっと重い気がするわ。地箱いると。てか、ナットは結構いろいろフリータイム1回投げれるから、そっから宿り木で、
まあガラルファイヤーの試合展開作っていけるんじゃないかな。ファイヤーとね、自分で火力が勝手に上がるから、匠にこだわらなくてもいいっていう良さもあるんですよ。ランドから来る。まあ、十中八九ステロのやつだと思うけどな。一回普通に殴ってもいいね、全然。ガンプから入ってくるでしょ。あ、地ならしか、まあガンプどっちかね。裏が普通の素直なバズ出しだったらそうなんだけど。いや、それなら多分ね、相当僕やりやすいけど。ただ、問題はな、いや、引くと多分負けるな、これ。ビットからで。初手だ、今。だったら、まあ、鬼火がちょっと正解だったけど。だいぶ鬼火が正解だったな。いや、鬼火でもよかったんだけど、ステロガンプのやつだった時がね、ちょっと、あんま美味しくないなと思って。アース。だバドこれでもまだザシャに対して役割持ってるから。だから2体するようにしてるね、これ。スカフ考慮して。いや、スカフだったらでも控えめだから2体しないぞ。あっと引くんですけど。まあ、飛んでくるのはジェットかな、これで。ナット幸いにもね、HB なので。ジェット、弾じゃないから。うわ、釣っても結構強えな。S がね、上がるとちょっと困り始めるんだけど。次、まあ、ギリ耐えるね。耐えるんだけど、守って。自信に宿り着して。その方がダメージ量少ないかな。引かせれればそれでいいんだけど、ダイマックスは僕使いたくなくて。ジェット。まあ、宿り着でもよかったっちゃよかったかな。てか一発目が想像以上に入ったな。このランドの持ち物マジでわからん。想像がつかない。まあ宿り着からで。で、このランドを引かせれれば、初手台ましてきたからな。あ、剣前のやつか。いやー、これ超鬼火タイムだったね、初手が。当てるの偉い。だこれステロ前行ってこないから、僕の裏のバドレックスはまあまあ動けるはずで。でさ、バド出しランドってやっててさ、裏にさ、いるポケモン結構それテロだよ。裏じゃないわ。コーランドロスの方結構テロだよな。剣舞したってことは引かないっしょ。ん？僕今の弾、守？いや、守ってないよね。一瞬記憶が。二剣舞まあまあ困るんだけど。自信、まあ、相手しては自信が一貫しているため、いやー、これいいね、このシステム最高で。ね、相手は裏のバドレックス感、いやー、でもランド取って相手多分さ、ナットまあまあ重くね。まあ、はたかれて対面でバドで負けると嫌だとかっていう考えもあると思うんだけど。オッケー。嫌なのは、岩技だね。ナット戻しで。ここは結構卓なんだけど。まあ、自信打たれても、ランドさえとりあえず処理できれば、僕裏から、ナット一発耐えるっしょ。あ、オッケー、エッチに出すのでかい。あ、半減でこれやばい、マジで。あ、急所か。さすがに強すぎると思ったんだけど。あ、まあまあまあ、でも、とりあえずランド処理できた。納豆一目でまま確保できるから。まあ、よしとしていいかな。で、ランドこれ残しても、そんなに相手多分、美味しくないん
だよね。だから僕こう守る通ると思ってて、まあまあまあ守っていいんだけど、ちょ引くな引くな引くな、マジ引くな、やめろやめろやめろ、ちょ引かないでマジ、おねおねおね、マジお願い、引いていて、ブドウクマシ来たね。いやこれ 裏さ、ブドウクマシならさ僕結構やりやすいぞ、正直な話。インファで突っ込んでくるかどうかっていうところなんだけど、インファ押すかな。でも僕バド引いても話になんないんだよな。バド引いて、いやーでも型次第だな、まあ、インファあったらしょうがないからやるよ。すか強打、オッケー、型わかる。これどっちなの、鉢巻きじゃない気がするけどな、こんなもんで済むのって。で相手暗黒兄弟以外もう押す理由ないから、こうなるとここで僕ファイヤー投げでいいかな。でこの人不意打ちをお持ちのポケモンだからファイヤー投げでいいね。あのイベルでのね処理が当てにできないっていう、あの水の方だったら悪じゃなければショックレとかっていう考えなくはないんだけど、強打でね OK、 これはまあ半減なので強すぎんだろ、いくらなんでも。半減でこれってさちょっとないよね、それ強すぎるよね。だからここ処理できればあの僕もバド通るので、それはいいですね。これさ半分超えない？きたー、神だ。ここはジェットからだね。これね何がえぐいってね、これ回復してまた食らうとさあのまた発動すんだよね。インファ耐えるかちょっと心配になってきたな、大丈夫かな。半分以上いくのってハッチバッキじゃないかな。インファさすがにこの HP 耐え、1回は耐えてくれるんじゃないかな。やっぱハチマキだよね。急所運良すぎだろ相手、 OK ちなみにこれはネタです。逆所さ2回使えるのやばいね、やっぱ。でこれでランドロス話になんないから、ランドじゃない方出てくるっしょ。まあ雑誌案だと思ってるんだけど、相手しかも大魔使ってるから、いやーこれ盤面の方、あー方じゃないわちょ色がさ方だからさ、方って言っちゃったけど、雑誌案ならここアークで削ってバドで詰めて勝ちかな。まあヤナの身代わりなんだけど、アーク打ってる限りはさすがに割れるから、アークでプラニだから半減とはいえまあまあ入るでしょ。あ、オッケー、いいダメージ。いやちょマジでありだなこのポケモン。ただまあ順伝だからさ数値まあまあ高いんだけど、近伝ほどいろいろ工夫の余地があるポケモンではないと思うんだけど、やることほぼこれなんだけど、それを補ってあまりある強さしてるね。いやね特殊技打てる悪タイプがねやっぱり理にかなってるわ、強い、受けれないもんどうやっても。これであとはバドで一掃して勝ちかな。ビット打ってるだけで勝ちだね。ランドスカーフはないから、剣舞持ってたから。で、打ち分けてきたからないんだよね、さすがに。ビットで落として。で、この段階に来てのね、バトル X が強烈すぎる。OK。いや、思ったより現実的だったわ。GG、お疲れっす。